はい、こんにちは、ショーです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。まあ、昨日とかね、一昨日とかと全く同じ構築で24位まで来たから、勝ち上がっていきたいですね。ねえ、待って、この人なんでまだジバゴイル使ってんの？もう、ジバゴイルはダメだって言ったじゃん。ねえ。ねえってば、ジバゴイルはあかんてー。どうしよう、これ。ジバゴイル見るためにクレセリア、エースパン見るためにドヒドイで、で、ウノラゴンもドヒドイで見る、パルシェンもドヒドイで見る、ファイヤーをバンギラス、ミミッキュをドヒドイで。だけど、でっかくやとドヒドイで本当は2体で見たいんだよね。その方が安定するんだけど、でっかくや投げれないし、まあ、ドヒドバンギクレセでいいんじゃない？ミミッキュがめんどくさいから、初手ドヒドイでから入っとく方が、楽しいか。ドヒドバンギクレスでいいかな。ファイヤー来ないんだったらバンギがガチで無色になるんだよな。その問題があるけど。バンギ、バンギ無色になる問題マジなんとかなんないかな。ここに来てミミッキュが重い話あるけど。バンギの、剣舞のタイミングで6ブラ、いや、遅いから無理だな、結局。まあ、頑張るか、これで。自分の信じた受けループを貫き通す時だからね。勝ち上がるわ。せっかくね、一桁まで行きてえな。もうちょいででも1位に届くから、頑張りたいところなんだけど。ジバコイルから来たね。まあ、ボルチェンが果てしなくだるいけど。クレセで。だから、ファイヤーいないんだったら、バンギ、雑に行ってもいいからね、別に。ボルチェン、はい。誰？ここで。これ、メガネ。さすがに強い。あ、アナライズってこの火力なのかな？わかんないけど。クレスでも HD だから、結構硬いと思ってるんだけど。誰出てくる？パルシェン。どうぞ。それはドヒド引きで。前さ、ドヒドイデに霧があるかもしれないって習わなかったの？小学校で。ドヒドイデの霧は未だに注意しましょうって書いてあるでしょ。空やぶだよね。ねえ、6ブラヒルミで突破してくる人なのかな、これ。それやだな。それはやだね。それはめちゃくちゃ嫌だけど。ちょ、もう一回カラーやぶしてこない？君。非常に助かるんですけど、それが。もう一回カラーやぶ。もう一回。6ブラー。ひるんだ瞬間、オワオワリゲーミング。痛えなぁ、マジで。オッケー、霧が通る。込むか。引き、ジバコじゃない？ジバコ焼きたい。ジバコ焼きたい。ジバコ焼きたい。ジバコ焼き。ジバコ焼き。焼きたい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 。ここ焼きたい。超焼きたい。ぼ。焼かない。焼かないね。ボルチェンだからバンギ引きでいいや。ボディプレじゃないんだったら。クルセニー。ピカする暇与えたくないでしょ。そうだよね。それはしっかりと理解していて、でこれでパルの助け潰れるから、ここでエスバなんだ。このエスバがやばくないんだったら割と抑えきれそうな雰囲気を感じてるけど、まあドヒド引きで、ドヒドヒットポイント満タンぐらいまで保っててんのがだいぶ美味しいな。ただ砂ダメで、まあでもダイマ切ってくんだったらこっちもダイボールで防ぎに行くか。それでいいだろう。釣りに来たジバコイルだね。
これメガネ読みしちゃダメかな。守るで見てからさ、守るっていうかトーチカで見てからっていいと思うんだけどな。トーチカでダメ系だけしとくわ。ジバコのなんかどんぐらい入るかだね。クレセに、ボルチェンで、どんぐらい入ってんの ?22.4。アナライズだとして、55から66でしょ。C 特化で。ああ、そんなもんか。メガネじゃないな、多分。まあ、クレセ引きかな。ここ相手、まあ、一回ラスカとか打ってもいい場面だけどね。だからジバコイル失うと、てかドヒドにここネットで突っ込まれる場合もあるからね。でこっちはバンギは割と雑に行ってもいいから、バンギで見るポケもいないから別に、バンギはそんなあれなんだよな。やっぱ一回ラスカ挟みたいよね。うん。まあ、ちょ、きついけど、ツキピカだね。これでボルチェンかな。いやー、ちょ、クレセが、ちょ、バンギとクレセのアンチなし、困ったことになってんだけど。あー、普通に放電なんだ。それもちょっと困るけど。これね、身代わりをしてパル引きされると、すべてが壊れるから、さすがにツキピカ連打じゃないとダメなんだよな。ヒットポイント確保できるんだったら、身代わりから入ってもいいけど、いやヒットポイントがその確保できている時だったらね。ラスか、次身代わりいっとくか。耐えるかな。いや瞑想からでいいな。ここボルチェンないと思ってるけどな。オッケーだね。放電。ちょ、麻痺ないで。いやー、麻痺るー。麻痺ってるー。いやー、ちょ、困ってきたなー。ツキピカ押しとくか。これでボルチェンで引きでしょ、多分。いやー、待って。あぶねー。プレスはないね。ジバコいる。いやー、これ、バンギに自信あったら、こいつ、バンギで。やれてたけどな。急所。痛すぎ。ちょ、もう、トリトドン返してよ。トリトドン帰ってきてよ。まあ、身代わりでいいかな。これは、これだったら身代わりでいいわ、さすがに。ミラーコート持ってるってことは、でもこれアナライズじゃないと思うんだよな。ねえ、何やってんの、お前。お前ってやつはよ。ちょ、これ、ジバコ焼け、もう、ジバコ焼けてたらどんなに楽だったか。ラスカで D ダウン狙いでしょ。まあ、それはそろそろ引くと思ったけど。それは覚悟してたけど。いや、でもこれ、ジバコ飛ばしたら勝ちだぞ。ちょ、頑張ろうぜ、ここ。下からなんだよな、この行動が。ミラーコート OK。それはしっかり読んでるからね。ミラコ見せられてさ、ここ行くか。OK。OK。ここ動いて。裏に、裏にショック入る。裏殺せたらこれでかいんだよな、めちゃくちゃ。ちょ、本当お願い。ガチここ動いて。エースバーン。エースバーン持ってけたら世界が変わるんだけど。ふっ、オッケー。ボケが。ケー、待って。全然、死ぬ気配ないけど、この人。さすがにドヒド引きだね。
ねえ、ジバコメガネじゃないって分かったから、あーでもドキドキ削るとまずいな。一回ネットで突っ込む選択肢を考えたけど、ここ相手釣れないやろ。ねえ、じゃあジバコマヒルだけでも勝ちなんだけど、このゲーム。マヒじゃない、やけどだけで。なんで釣ってんのお前、うますぎかよ。はい、ジバコいる。もうせめてバンギでステロ負けてればさ、こんな辛い思いせんで。もう今何ジバコいる使ってんの、ズルだからね。突っ込むわ、ここ魂のラスカだから、こう飛んでくんの。うん、そうだよね、見えていて。ちょ、焼いて焼いて焼いて、これ焼いたら勝ちだから。ボッボッ、オッケー。いや、相手も放電2回で麻痺引いてんだから、これぐらいお互い様だわ。こっからドヒド大事にいけば勝ち。まくれる。ラスカー。こうなるとどっちの方がいらないかな。でもバンギー引きだったらバンギーは守る押せるから、バンギーでいいんじゃない。ラスカーったら耐えるでしょ、一発ぐらい。徹底抗戦打ってこいよ、もう。いや、でもこれはいける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 。なんかきつかったけど、ジバコイルは、そう、立ち回りで、まくれるからね。放電オッケー。安い方。10万じゃないのが安いね、ダメージ量は。ちょ、バンギがさ、ラスカ耐えるラインまでさ、ヒットポイント確保できたらでかいんだけど、ここ守っていいでしょ。ステロマクとエースバーンが死ぬ世界になるね。いや、これでもどんなにきつくても、ここはマジで我慢強くいく。引いて、パルシェン。オッケー、砂波入った。大魔切ってさ、こいつ倒しに行っちゃダメかな。ここ行くわ。負け筋パルだから。バンギで潰します。で、エースバンダイマックス頑張ってからして、みたいなノリで。いいんじゃないかな。ああ、針から組んだ。だったら6倍でよかった感あるけど。ちょ、止まれよ。お前、3発。お前、おい、おい、5発じゃん。やりすぎやてー。ちょっと死んでもらうわ、第6で。さすがに、パル硬いけど。バゴーン。相手がダイマックス残ってるのがちょっときついけど、まあ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 、まあ、言うて。でもドヒドだけは雑にいっちゃいけないから、そこだけ気をつけようがちで。ジババ、まあエースバンかな、ここさすがにだと思うけどね。ジババコイルなら、あ、エースバン、はい。これ膝割ってもらうか。ナックルならナックルでダイマックス見えてから引けるから。まあいいし。膝割ってくれ。釣ってきてもいいけど。釣ってきた。はい、ジバコイル。あとはこいつを削るだけや。いやー、これいけんじゃん。砂がそろそろ切れる頃。あと一旦残ってほしいんだけど。残る？残って、これが最後だよね。OK、都合いいね。コロックで。ダイマックスしてない。しかもこっちが先に動く。うる。
地箱さらに削れて、オッケー。ラスカー硬っ。バグじゃんこの人、硬さが。バンギの方が先に動くのか。この情報ワードでかくない？ステロマックけど、これだったら。ステロマックけど、こう。バンギ先に動くんだったら。この地箱遅いな。待って、イバンディエースじゃん。ラスカー。ちょ、イバンディエースやめろがち。イバンディエースじゃねえんだわ。ステロ負けなかったけど。あの、言うてラストエース1だから。勝ったでしょ。ぶねー。立ち回りの神になったね。めちゃくちゃ粘り強く頑張って。はい、エース1。ね、やばい技ケアしてトーチカ打つ？ネット押す？どっちがいいかな。ナックルから来るんだったら次霧で裏切って間に合うね。トーチカでいいか。ダイマックスならトーチカで正解。で、エレキボールだった場合が困るんだけど、さすがにそれだと不意打ちがないと思うんだよな。で、ダイサイコあるんだったら、まあダイマックスからしてドヒドで、トーチカで毒物刺して、っていう感じでね、今のさ、バンギでステロ負けたらもう、このまま終わりだったやん。ちょ、やばくない技で来てほしい。お願いお願いお願い。オッケー、ナックルならやばくないね、多分。オッケー。で、ジェットウォーを次。霧して、霧はもう見せてるから。あ、弾なんだ。へぇ。サイコとかないよな、さすがに。いやー、まあクルス引きまで考えると、アークだよね。オッケーオッケー。危ねえ。アーク。これがでも一番、あ、まあ、強いわ。弾強いわ、めちゃくちゃ。急所じゃないこれ。そんなことない？一般ダメージだったね。あ、こんなもんか、でも。ジェットと変わんないもんね。うん。で、トーチカでいいかな。で、クレセ捨てて、再生力使って、土俵で回復して投げ直して、みたいな感じで、GG だと思うけど。相手悩んでるけど、ないでしょ、もう。こっから、こっちを終わらせ、OK！ GG。これ、順位何位になったかめっちゃ気になるな。対戦時間結構長いから、動画自体はこの一戦で多分終わりなんだけど。相当勝ってるぞ、今。何位になった？一桁順位来てほしいなぁ。ういぃ。じゃあまた、次回の動画で。お疲れ様です。チャンネル登録頼みます。バイバイ。